日本財団が推進する海と日本プロジェクトから我が町の海自慢のご紹介です。江戸時代から現代まで大阪は商いの町とも呼ばれるほど物流や商業が盛んで天下の台所の異名を持っています。今ほどのインフラがなかった時代、商人たちを支えていたのは北前船と呼ばれる商船の存在です。北前船は北海道と大阪間を日本海周りで往来し、各地の特産品を売っていました。その航路は昆布ロードとも呼ばれ、関西に昆布だし文化ができたのは北海道の質の高い昆布を手に入れることができたからなんです。当時の大阪には人工的に作られた川が多くありました。北前船により運ばれてきた荷物は河川用の船に移し替えられ、市場へと運ばれていきました。現在ほとんどの川は埋め立てられましたが、地名に堀という名前を残し、その面影を見ることができます。令和になっても昆布だしは関西のだし文化の一つとして、さらには世界に誇れる日本食文化として人々に親しまれております。海と日本、動画をご覧いただきありがとうございます。 SNS や YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします。